今までも座ったでしょ、俺レバニラ炒めとかも。あ、そう、ね、食べれないのに絶対頼むじゃん。頼んでた。で、混じってた。混じってた。なのに毎回頼んじゃうよ。なんか、でも塩味で、なんだろうな、苦手なんだけど、もうレバーは。でもなんか食べてたら美味しくなるのかなと思って、頼んでたの。ただ普通のレバー、全く同じ。もっとなんかさ、昔のレバーはもうほら、それ先週も話してない気がするけど、もっとこう、なんていうの、サクサクじゃねえ。ボソボソ。ボソボソ、ね、そう。ボソボソだったじゃん。ボソボソ。なのに、今のジューシーじゃない？結構。最近のレバーって。なんか火をあんまり通さなくて良くなったのかな、なんか知らないけど。確かに通してない。外側だけだ。でしょ？中はなんか、なんか生っぽいでしょ、うん、昔ってレバーってさ、すごいボソボソになるまで火通したんだよ、多分。昔のレバーってちっちゃくなかった？ちっちゃいのが。あ、縮んじゃったよ、ね。5、6個ぐらい。縮んじゃったよ、ね。うん、焼きすぎて。最近、なんか俺が頼んだレバーってだいたい3つぐらいしかないの。ちょっと大きい。あ、わかるわかる。あれ大きくしてんだ。いや、縮んでんだよ。焼きすぎると縮むんだよ。焼いてから縮むんだ。だ、水分がなくなって。そうだよ。レバーってほとんど水分だもんね。そうに決まってるよ、そうに決まってる。そうだよ。そうだ、そうだ。違いない。そうなんだ。そうだよ。そういうことだよ。そんなことだったんだ。いや、あんま焼き鳥ははまんなかった。いや、もう一回行こうねという話になった。じゃあもう結果的には美味しかったの？まあまあ、なんかその大人のね、ああいうのに憧れてるっていうか、夫婦で焼き鳥屋っていうものにすごい、なんか、あ、なんかいいなっていう。大人になったんだね、じゃあ。そう。まあでも大人じゃないけど、俺20代の時から行ってるけどね。まあでも、ナホ自体も焼き鳥そんな好きじゃないんだよ。だって安いし、まず。そう、安いね。うん。安い。そう。でも、だからまあ俺も好きじゃないけど、まあでも、焼き鳥屋に通う夫婦っていいねって話になって。今なってんだけど、でも。普通です。すごい普通。普通？うん。で、焼き鳥屋のさ、まあ俺が行った店なのか分かんないけど、焼き鳥屋のお酒ってすぐ頭痛くなるね。なんだろうね。飲むお酒にもよるけど。これなんか。香類飲んでんじゃない？香類。香類ってなんの？甲殻類のお酒。甲乙の甲。甲。まあ甲殻類の甲でもあるけど、まあ甲類、乙類っていうお酒の種類があって、甲類のお酒飲むと、まあ、頭が痛くなる人はなるかな。乙類のやつを頼めばいいんだ。これは。それ言えばいいの？乙類のお酒。日本酒とか、日本酒なんてすぐ俺は食べてもらっちゃう。ワインとか。ダメ、あんなの。すぐ頭にちゃう。じゃあ、ビール。ダメ、一番ダメよ。ビール絶対飲まないで俺。じゃあ、焼酎。ダメ。やめろ、もう。もう何も飲むなよ。酒が飲めないんだよ、もう。不平不満だよ、酒。もうダメだじゃん。酒飲みたい。俺は。酒飲みたいね。すげえ酒飲みたい。酒さえ飲めば一人や二人ぐらい口説けんだよ俺だって。そんな酒がないから口説けないんだよ。そうなんだよ。うん。じゃあさ、はい。行くか。うん。この後、ほら。はい、そうだ。あるから。さあいろいろあるんだもんね。さあいいですか。うん、いよいよですよ。今夜はディスらないと開催しますよ。ということで今夜もまだまだラップの元となる不平不満募集します。自分のこと、世の中、不平不満なら何でも OK です。うん、この赤坂に集まったカリスマたちがラップにしてくれるのでどんどん送ってください。うん、宛先はファックス番号東京0355629540。メールアドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp。 すべて小文字でどんどん送ってください。そしてスペシャルウィーク恒例、ツイッターをやってる人はハッシュタグをつけてつぶやいてくださいね。うん、これはガセ情報でおなじみ、アンジャッシュ渡部さんがね、FM でよく言ってるやつです。ね、渡部さん絶対ハッシュタグつけるからね。うん、そうなんですね。メガネビーキのハッシュタグは、この、シャープ、メガネビーキ。これ、シャープじゃないんだよ、本当はね。シャープ、ね、シャープって言わないんでしょ、本当は。これ、うん。シャープ以外何のこの言い方？なんか言い方があるんだよ。うん、シャープ、メガネビーキですよ。うん、メガ M。うん、メグロの。メグロの M ね。うん、イングランドの E でしょ、うん、G は G。 木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
Yo, yo. この世の溢れる不平不満、俺にやらせぬあのやりまん、どいつもこいつもバカ野郎、男も女もバカ野郎、どいつもこいつもディスローズ、ディスってディスってディスまくれ、それじゃお前ら始めるぞ、今夜はディスラナイト。Yo, yo, hey, OG. Yo, yo, OG. 俺が OG、 その OG、 矢作が言った俺 OG。 Yeah。 大丈夫かい？さあ、というわけで不平不満をラップにしてくれるやつ紹介するぜ。まずはメガネビッキ初登場ジャンク童貞川島 .com。 キリンです。どうもこんばんは。よろしくお願いします。うるせえバカ野郎。はい、うるせえ。なんだその喋り方。うん。いや、こっちのセリフですよ。急に呼ばれて。お二人様子がおかしい。なんでその真面目なトーンは、真面目なトーンはなんだ。いや、真面目なトーンはなんだって。リズムに乗って喋るんだ。はい、なんだ、川島。この川島。ちょっと、ディスれてもないです。事情がよく分かってるんです、僕、本当に。今日一週間前に、おぎやはぎさんの、ジャンク、うんうんうん、マネージャーからね、うんうん、入りましたって言われて、うんうん、あ、それは嬉しいです、ありがたいですね、うん、いや、もちろんやらせてくださいって言って、うん、キリンで行くんですかってマネージャーに聞いたら、うん、いやいやって言われて、うん、あ、俺だけ川島で行くんですかって言ったら、いや、なんか、川島 .com らしい。はい、なんだそれ。なんだそれって。俺16年間終わりやって、川島 .com の瞬間がないんですよ。川島 .com。 言われてんでしょ、今日、川島 .com で来てくれって。いや、わけが急に、いや、お前は今日からタイガーマスクだみたいな。はい、川島 .com。どういうことですか、川島 .com。ずっと番宣も川島 .com が来ますって言われて。楽屋に震えてたんです、俺は。怖い確かに。川島君だってやっぱ全部ほらいろんなね、はい、こっちの要望を答えてくれるのが川島君だ。俺の知ってる。そうだそうだ。もうね、もうそうね、多分10年ぐらいは一緒に仕事してるような気がするけど、はい、もうこの真面目なコメンテーター的なこともできれば、いやいや、とんでもない。ね、はい、ゴッドタンにも出てくれるし、そうそうそうなりました。だから、やっぱ川島 .com もできるだろうと。これスペシャルウィークですよね。これスペシャルウィーク。ちょ、キリン川島よ。